干し椎茸の出来栄えを競う全国干し椎茸品評会。今年6月に静岡で行われた大会で、県内からは最高賞にあたる農林水産大臣賞を3人が、さらに林野庁長官賞を14人が受賞し、団体の部では25大会連続57回目の優勝に輝きました。今日県庁で行われた報告会では佐藤知事が、日本一は皆さんの日頃の努力の賜物ですと称えました。大変もう嬉しくてですね、たまりませんでした。県内の干し椎茸の生産量は全国のおよそ4割を占めていて、今年も質量ともに日本一であることを示しました。